僕にとって時間ラストのチャンスだと思いますし、こうやって呼んでもらえたことをすごく嬉しく思ってるんで、そういった意味で、まあ、3日間という短い期間ですけど、自分の良さっていうのをどんどん出してアピールしていきたいなと思います。今チームでやってきていることを評価してもらって今呼んでもらっていると思うので、そういった部分で自分のフィジカル的な空中戦の強さだったり、ボールをフィード能力だったりっていうところを、まあ、試合でももちろんそうですし、練習でもしっかりと出していければ、まあ、メンバーに入る可能性っていうのはゼロではないと思うので、そこを目指して頑張っていきたいです。やっぱり個々の能力の高い選手はいますし、でもその中で世界と比べたら日本の選手っていうのはやっぱりフィジカル的な身体能力っていうのは劣ると思うんですけど、まあ、そういった部分で以外での技術の高さだったり団結した力っていうのは日本は大きな力があると思うので、そういったところでもピッチ内外で選手としっかりコミュニケーションを取って、日本の今やりたいサッカーっていうのを表現できたらいいなと思います。自分たちの良さを出せれば日本代表として世界でメダルを取ることも可能だと思うので、そういったメンバーにしっかり入れるように、まず自分はこの3日間で、アピールしていきたいっていうのが今の思いです。